突然ですがウォーキングに行こうとしたそこのあなた、ちょっと待ってください。あなたは毎日欠かさず痩せるために運動を続ける自信ってありますか？仕事、家事、育児、忙しくてなかなか運動続かない、だから私は痩せないんだって思っていませんか？大丈夫です。運動するより食べて痩せる簡単な方法があるんです。ぜひご覧くださいね。ウォーキングより痩せる神食材参戦、お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ運動をするよりもこの方法で痩せることができるのか、その大切なポイントと、2つ目、ウォーキングより痩せる神食材参戦と詳しいメニューをお話しますね。では1つ目の項目です。なぜ運動をするよりもこの方法で痩せることができるのか、そのポイントはこちらです。あなた自身が運動してエネルギーを消費するこの活動代謝よりも、あなたの内臓に運動をさせてエネルギーを消費する基礎代謝、そう、ここがポイント。基礎代謝の方が活動代謝よりもエネルギーを消費する率が圧倒的に高いからなんですね。もっと分かりやすくするためにこちらのグラフご覧ください。私たち人間の代謝はこちら、1、基礎代謝が 70%、 2、活動代謝が 20%、 そして3、食事代謝が 10% ということで、代謝のうちもなんと7割が基礎代謝イコールあなたの内臓に運動させるという割合が一番高いんですね。ですから、もしあなたが一生懸命運動をしたとしても代謝の全体のたった 20% です。そして私たちは食事をとるだけで、食事代謝といってやはりエネルギーを消費するのが 10% はあるんですね。ですのでこの数字を見ても一目瞭然、あなたの内臓に運動させることが一番効率的に痩せる方法ということになります。基本的に基礎代謝は自分でコントロールすることはできません。こちらご覧ください。基礎代謝の割合ね、1、内臓の動きがもう全体の 38%、 そしてその他筋肉、脂肪とありますけれども、もう一目瞭然基礎代謝の中でも内臓に運動させることが一番パーセンテージが高いイコールエネルギーを消費してくれますよということです。そして4割近い内臓の運動に当たるのがこちら、食べ物を運ぶ時に動く前動運動ですね。この運動をするからこそ内臓脂肪をどんどん消費することができるんです。ですから今回お伝えするこのダイエット法はこちら、あなたの内臓に運動をさせるというね、この基礎代謝を上げるイコール前動運動ですね、プラス食べるわけですから、冒頭でお伝えしたこの消費活動の食事代謝まで味方につける、これイコール一石二鳥のダイエット法なんです。では2つ目の項目です。ウォーキングよりも痩せる神食材3選とおすすめのメニューをお伝えしますね。ここまでのお話でもうあなたはお気づきだと思います。今からお伝えする神食材3つは前動運動を促してエネルギーの消費を高める、そういった食材になるんです。では前動運動を活発にしてくれる痩せる神食材1つ目はこちら、食物繊維になります。おすすめのメニューはキノコ類や海藻類です。そこで私のおすすめメニューはキノコと海藻がたっぷり入った温かい無添加の味噌汁になります。2つ目の神食材はこちら、大豆製品になります。例えば大豆製品っていろいろありますよね。お豆腐、おからなどなどになりますけれども、私の一押しは納豆です。そして納豆といってもぜひ気をつけてもらいたいポイントがあります。まずは国産大豆の納豆を選んでくださいね。そして添付してあるタレは化学調味料が入っているのがほとんどなので太っちゃいますよ。なのでそれは使わない。その代わりに腸の前動運動を活発にしてくれる酢酸という成分がたくさん入った純リンゴ酢をタレの代わりにちょい足ししてみてくださいね。最強の痩せる神食材メニューになります。そして3つ目の食材はこちら、発酵食品になります。たくさんありますよね。例えば味噌汁であったり、納豆、先ほどお伝えしたものもそうです。キムチ、ヨーグルトなどなどになるんですけども、私の一押しはぬか漬けになります。お野菜自体も食物繊維たっぷりなんですけれども、ぬか漬けになったことでぬかの栄養がもう全吸収、乳酸菌もめちゃくちゃ入ってますから、もう痩せる道まっしぐらです。私は毎朝必ず自家製のぬか漬け食べてるんですよ。まとめです。以上の神食材3つに共通するのは、前動運動を活発に導いてくれる食べ物でしたね。そのことで内臓脂肪の消費率がアップします。毎日ハードな運動を続けようってそれなかなか難しいです。しかもたったの全体の2割でも、今お伝えした食べて痩せる方法はとっても簡単、どなたにでもできる最も効率的な腸活ダイエット法です。ぜひ楽しく美味しく取り組んでみてくださいね。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際にこうなりましたっていうコメント、ご感想いただけますととっても嬉しいです。お待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。